田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。ビデオズ。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ、今日は放浪編ということで埼玉県東大宮駅に来ております。こんな感じでございます。さて、どのようなお宅にお邪魔するのか楽しみです。さてここのようです。ここなんですね。さて行きます。はい、こんにちは、田辺です。あ、田辺です。あ、青木さんですか。どうも、はじめまして。はい、突撃晩御飯じゃないです。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ放浪編です。田辺賞おめでとうございます。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ放浪編ということで、埼玉県は東大宮というところにね来ています。今日はですね、放浪編の、田辺賞を受賞されたね方のお宅に、お邪魔しております。そして、その田辺賞を受賞した方はこの方です。お、あ、どうもこんにちは、はじめましてですね。はい、クリエイターですね、青木慎太郎さん。はい、僕ね、先ほどいきなりこう突撃したわけですけど、受賞したそのなんかこう感想というかどんな感じですか。なんで僕嬉しかったのと、はい、なんで僕のが選ばれたんだろうっていうのを、結構他のね、あの2位の方の素敵な曲とか聴いたとなんか思って、はい、結構そこは。なるほど。そうなんです。自信なかったんですか。曲としては自信があったんですけど、1位を取るかどうかっていうのはまた別じゃないですか。いやいやいや、でも曲に自信があるんだったらね、全然いいんじゃないですか。まあこれはね、録音カンパニーさんの企画、まあ僕とね、コラボの企画だったんですけど、お店とか行きますか、渋谷の。渋谷のお店は結構何年も行ってないんですが。行ってない。ってことはイーストアですか。イーストアの方で、もういつも見て。いっぱい、もうキャンペーンとか。なるほどね。いろいろやってるぞと。ちょっと安くなってるぞと。になってます。なるほど、即納だと。即納の返事は来ねえと。あ、まあ、それいいですね。はい、なるほど。なるほど。じゃあ、そんな感じで、じゃあ、わりかし、じゃあ、そこ見て、じゃあ、このコンテストがあの、知ったって感じですか。あ、そうですね。メールマガジンが、いつも届くので。あ、来てると。なんか、田辺啓二がやってるぞと。いつも、そうですね。結構、毎回チェックしてくださいとか。音維持ビデオ結構見てますか。結構見てます。プラグインの使い方とかは。ありがとうございます。いつもの音維持の、こう、ビデオみたいな感じで、ちょっとこう、行くんですけど、ちょっと、せっかくなんで、いろんな、こうね、角度で見ていきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、青木さんは、お年とかは、年齢は、こう、非公表ですか。あ、全然普通に、今、38です。あ、はい、お若いですね。なるほど、なるほど。どんな音楽を聴いて、こう、育ってきたんですか。まず、なんか音楽的な、なんか、ピアノとかギターとか、やってたんですか。5歳ぐらいから中学入るまで、はい、ヤマハのピアノ教室で、中学1年か2年ぐらいで、で、部活、運動部入った時に、はい、部活の方が楽しくて、で、音楽はちょっとピアノは遠ざけちゃう。ちょっとじゃあお休み。高校の時に、はい、パソコン部に入ってゲームを作ってました。パソコン部。そうなんです。パソコン部来た。そうなんです。パソコン部はなんかこうあれですか、プログラミングとかしたんですか。ベーシックってね、簡単なのが、ミディ音源が、はい、ミディ音源だといい音が出るぞみたいな。それはあれですか、オンボードのミディ音源ですか。それとももうハードウェアの。ハードウェアの S、はい、その SC55 買うと、はいはいはい。なんかピアノとかいい綺麗な音色が出るぞということで、はい、それで、まあ、いわゆる DTM ですよね。DTM。その後なんか、青木さんその後、なんだろう、まあゲームの音楽も、こうプロとしてもやってるじゃないですか。そこになるに至るまではどういう経緯があったんですか。大学出る頃に、はい、例えばゲームショーとかモーターショーとか、そういうイベントで、はい、機材をレンタルを運んでいくアルバイト。バイトだった。だからそういう音楽系の何かに触ることは多かったと。で、まあ、ちょうど音響ができる人を探してるっていうことで、はい、うん、で、効果音作るのとかも、サンプラーとか、ある程度分かってたから、うん、僕できますよっていうことで。うん、なるほど。でも、それはそこ、まだね、その、イベントレベルじゃないですか。
その実際のそのゲームに何か使われたりとかするには、何かそのゲーム制作会社とかそういうところは、ちょうどあのいろいろ制作で関わってくださってた方が、はい、あの何でしょう、そういうゲーム系とかも詳しい方、うんうん、結構つながりのある方で、はいはい、やってみないかと。そうですね。でその人があの新しくこういろいろ、うん、あのこう自分でプロジェクトをやるときに、はいはい、誘われてって、はあ、その中で一番こう、まあ、こう視聴者の人が分かりやすいこうゲームの音楽って何ですか？その、分かりやすいゲームの音楽、うん、あのカプコンさんのクロスビーツ。クロスビーツ。あの1曲その、あの、うん、結構いろんなクリエイターさんが参加する中に、はいはいはい、1曲参加してくれたんです。はあ、その何ですかね、この応募してきた作品のこともちょっとお聞きしたいんですけど、うん、それはまあ、まあ、今回のはそんなにゲーム音楽って感じで歌もんじゃないですか。あれができた経緯ってどういう感じなんですか？原曲があの15年前ぐらいに、はい、あったあの自分で作ってたんですけど、うん、まあ、ユニットとして始めた時に、うん、まあ、せっかくなんでちょっとその今までその形にちゃんとできてな、うん、納得がいく形でできてなかったんで、うんうん、まあ、最近の機材と、うん、まあ本当にあのいいボーカルさん見つかったっていうことで、はい、まあそれで作ってみたい。そのリニューアルして制作期間的にはどれぐらい？何だかんだで間置いてたりすると1ヶ月ぐらいかけてる。うん、1ヶ月も？でも1ヶ月ですか？あの歌のレコーディングも？歌のレコーディングも。はあ、あれは歌のレコーディングはどこです？ここで撮ったんですか？ここで撮りました。ああ、来てね。ああ、なるほど。あれ歌詞はどうなったか？あれはあのもうあの僕のあのミシェルさんが書いてるんですね。あれじゃあ、まあ、もともとの曲があって、まあ、リアレンジして、まあ、歌い入れて、ミックスっていうのは、じゃあ、かかりました？ミックスは、結構、かかりましたね。どこに、このこだわりみたいな？やっぱり、こう、市販の、あの、こう、もうちょっと田辺さんとか、いろいろ、もうメジャーの、CD と聴き比べたとき、あの、普通にその同じレベルで聴けるようにっていうところは、あ、じゃあわりかしこう AB テストじゃないけど何かリファレンスと聴き比べながらみたいな、はい、そうですね、リバーブをあのなんかかけすぎじゃねえかなじゃないかなとか、ディレイとか何かリファレンスにした曲とかあるんですか？最新リリースみたいな曲の、はい、あの何でしょう、 PV があるとか、そういう曲を聴いて YouTube とかで YouTube とかで聴いて、から自分の曲聴いて、はい、どこが違うんだろうって分析。次の曲聴いて、あのリバーブあのなんか最初は聞かせすぎだと思ってたのに、次の曲聴いたらカラカラだみたいな。あ、まあ、あるあるですよね。なるほど。じゃあまあそういうのを聴き比べながら聴いてたって感じですね。でもまあでも素晴らしい出来でね。ああ、なるほど、わかりました。多分今これ後ろで多分流れてる予定なんですよ。はいね、流れてるね。わかりました。ありがとうございました。青木さんは普段こう立ち作業なんです。これなんで立ち作業なんですか？あの画家さんとかが、はい、あの立って絵描いてるのとか見たいですね。はい、あのよくあの歩いてて、はい、あのアイデアひらめくっていうのを、はい、聞いて、はい、あ、なんかあの立ってんですね。そうなんです。足に刺激やりながらこう。作曲すると、じゃあ普段ちょっとどのような感じでこうやってんですか？作業となんかこうポーズ取ってもらえますか？足元はどんな感じなんですか？足元別にこうなんかこうリズム取ったりはしない？リズムあのたまになんか乗ってくると、はい、あのどんな感じですか？踊りながらみたいな。ああ、踊るんですね。踊ってください。もうこんな感じで。でも踊ってないじゃないですか？踊ってないです。あ、なるほどね。はあ、なるほど。じゃあですね、青木さんのねこう機材をねちょっと見ていきたいと思うんですけど、やっぱり気になるのは我々としてはここなんですよ。ここ。リフレクションフィルターね、ハロー、はい、はい、じゃあこのハローはこう最高のね、この今こうわりかしやっぱ部屋鳴ってるんですけど、この鳴りをこうなんだろうな、吸収するというか、あまりこの音は入らない感じになりますか？そうですね、結構外側からもこの防音の効果もあるんで、そうですね、結構買ってよかったなっていう。そうですよね、はい、まあだって同じぐらいマイクと同じぐらいの値段しますもんね。あ、そうです ね結構ね。でもやっぱそのね実力はまあ他にもいろいろリフレクションフィルターって出てるんですけど、僕もこれ使ってみて、すごいなんかね、その能力っていうかね、性能驚いたんですけど、まさにこういうね、ちょっとワンワンってなっちゃうような、ワンルームってこう部屋でね、威力を発揮するということです。はい、そして、まあちょっとこう環境デスクトップ周り見ていきますと、これメインのマシンはノートですか？ノートです。あ、これですね。ノートが下に。これこう i7 とか、そんな感じですかね。i7 です。これ Windows は Windows は7。あ、7。
ああ、それはやっぱ安定性とかですか？安定性ですね。ああ、なるほど。その対応状況とか。DAW はソナーですかね。ソナーのバージョンは？ソナーのプラチナム。プラチナムってことですね。まあこれ長いんですか？結構ソナーはもう長いですね。ケークウォークとか、その前のバラード3から。はあ、じゃあ、あのあれですね、先ほど話があったような、あの SC のね、ミュージローの流れで、なんていうのね。はあ、で、モニタースピーカーが。これ懐かしいですね、ソニーのね。あ、これはもう長年。これも長年ですね。あ、ここ最近の新しいスピーカーにちょっと興味はある？興味はあるんですが、あの、うん、結構これだと、うん、あの、爆音で深夜に鳴らしてても、うん、あの、こう低音とかがそこまでこう、うん、ブリブリ言うわけではないので、うんうん、なるほどね。弾きやすいのとバランス取れてるっていうので、ね、なるほど。じゃあ使う中でね、もう分かりきってるってことですね、その音がね。はい、でキーボードは、まあ、いわゆるこういう、コルグのこれマイクロキーって言うんですかね。あ、マイクロキーのですね。61件。まあこれあれですよね、こちらにあるピアノ鍵盤のに対してのこうピッチベンドとか、そういうあれですかね、かこう速いフレーズを弾くとき、簡単なフレーズとかシンセ系のフレーズ弾くときに、うん、まあ、こっち使って、はいはい、なるほど、わかりました。そしてちょっとお気に入りのね、ソフトシンセとかをちょっと見せていただきたいんですけど、ですけどこれはなんていうんですか、なんかあんまり見たことないんですけど、リビールオーディオっていう、リビールオーディオ、はい、スパイア、スパイア、はあ、これは今流行りのセーラムみたいなウェーブテーブルとはちょっと違う。ウェーブテーブルではなく、バーチャルアナログって感じですね。バーチャルアナログに近い形ですね。なるほど。あと他にありますか？あとは、あの、結構使ってる人そんな少ないんですけど、はい、このビープストリートっていうところの。これはもう見た目に、まあ、あの、JP8000 的な。そうですね。あ、やっぱこれはディチューンさせた、なんかこうパッドとか、そういう感じですか？あと結構アルペジエーターが、うん、面白かったので。あー、なるほどね。ポリフォニックね、アルペジエーターなんですね。リズム系とかには何使ってる？リズム系は、あの、はい、意外とあの、このゲイスト2。ガイストですね。ガイストですね。なるほど。はい。なるほど。あ、しかも2になって、あの、はい、だいぶあのスライスのあの性能が、うん、あの、そういうことなんだ。偶然の面白さと、あと、うん、意外とあと音が良くなったので、うん、エンジンがじゃあ変わったんですね。エンジンが変わった。はあ、なるほど。あとは他になんかこう生楽器系は何かありますか？生楽器系だと、うん、あの、今回の曲でも使わせていただいたのが、あ、これですね。8ディオのアダージョ。アダージョ。これは何ですか？ストリングス音源ですか？ディビジン何でしたっけ？ソロ、なんか、バイオリンとか。あ、バンドルで入ってるんで、アンサンブルとかもあるんですけど。あ、8D を結構買ってるんですね。そうです。あ、なるほど。はあ。あ、確かに質感はいいですよね。なるほど。わかりました。ありがとうございました。はい、田辺啓司の音楽をいっぱいにしちゃうぞ、ビデオズ。いろいろね。邪魔して、奥さんのね。邪魔して。声がどうでしたか？やっぱり緊張します。じゃあこれからもね、また音楽をね、作って聞かせてくださいよ、ぜひね。まあ、あの第2回この応援があるかどうかは分かりませんが、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。奥慎太郎さんでした。はい、さよなら。バイバイ。